びた路地の名はのれん焼き鳥は世間の炭で味わうものと酸いも甘いも噛み分けた父の粉は今わかる酒と女は二合までにもつかない冗談言って酔えば時々笑い取り手酌の好きな父でした人の邪魔にならぬよ生きるよ勤めて学校よそったそんな父が今も静かに飲んでいそうな縄のれん働きながら嫌なこと父はいっぱいあったはずだろうに折り目悲しく生き抜いたそして昭和も幕を閉じ母との間にはほんの少しの波風あったそんな時には縄のれんひととき逃げる場所でした Okay.